歴史の授業は難しいね。そうだね。そうだね。あ、ちょっと売店で寄るの。分かった。じゃあここで待ってよね。はい。ゆきのさん、歴史は好きか？好きだけど、その言い方ちょっとおかしいよ。え、なんで？好きかじゃなくて、好きだけでいいの。歴史好きか。歴史は好き？歴史は好き？そうそうそう。まあ難しいけど面白いと思うよ。そうですか、うん。僕の方が文学が好きだな。僕は文学の方が好きだな。僕は文学の方が好きだな。まあ今やっている小説面白いよね。そうです。二人のためにアメを買ってきたけど、食べるか？リカス君、その言い方ちょっと怖いよ。え？なんで？かをつけて言うと上から言ってるように聞こえる。あ、知らなかった。日本人はね、普通形の疑問文では何々かは使わないんだよ。食べるだけでいい。あ、そうなんだ。じゃ食べる。ありがとう。ブル君もどうぞ。ありがとう。じゃあまた午後の授業で会いましょう。オッケー。じゃあね、またね。バイバイ。バイバイ。これから何か予定ある？特にないな。ブル君は？ああ、さっきの授業、漢字がダメで復習しておかないと。偉いね。全然わからないこと、わからないところがいっぱいあるんだ。ねえ、ゆきのさん、今日から漢字教えないか？教えないよ。教えないか？じゃなくて。ああ、教えてくれないか？ああ、教えと思っちゃった。ほら、さっき直されたようにしないと。ああ、教えてくれる？オッケー、いいよ。本当にこれを直してもらえてよかったです。まあね、みんなよく間違えるからね。本当に危ないところだった。え、何が？何もない。あ、船本さんだ。あ、いつ見ても綺麗だな。そうだね。私がいるっていうのに。今日は普通系の疑問文の会話を学習しましょう。丁寧系と普通系で比べながら学習していきます。まず、定義形では動詞の後ろにマスか、形容詞や名詞の後ろにデスカをつけますね。はい。この後、予定はありますか？歴史は好きですか？あれは学校ですか？普通形を使って質問するときは、カーはつけません。動詞は一緒で、形容詞は連帯で、名詞はそのままで終わりです。そうです。皆さんよく間違えます。カーをつけて言ってしまうと、上から言っているように聞こえて、場面によっては誤解をされることがあるので、皆さん注意してくださいね。練習してみましょう。この後の手は、歴史は好き。あれば学校。今日こそ船本さんに告白するぞ。船本さん、ちょっと待ってください。みかんさん、どうしたんですか？ちょっと聞きたいことがあるんです。何？私は好きです。船本さんは好き？何が？